はい、皆さん、こんにちは。今回は前回に引き続き、アリエクでの購入品をご紹介していこうと思います。今回はね、買い物の収納に使う、ものとかも購入したんですけど、まずはこちら。このね、かっこいいポーチを購入しました。2つセットでしたね。このね、金具がかっこよくって。中にはね、前からあったものなんですけど、この英字のステッカーとか、こっちには、このね、ステッカーブックを収納してます。もともとね、ベルトポーチだったと思うんですけど、すごい素敵。そして、あと、こんな感じのケースも購入しました。なんかね、多分もともとはメガネケースかなんかなのかな、だと思うんですけど、木でできててね、こういう感じで、開く感じになってます。海外の方とかがね、似たような感じのものを使っていただいてて、なんか可愛いなと思って買ってみました。はい。そして、こちら、これね、この金具を買いました。つけるようにね、もうネジもセットになってたんですけど、ネジはね、多分箱のやつとかに、箱じゃないや、木とかにつけるときに使うと思うんですけど、紙とかにつけるんだったらね、割りピンを使ったらいいっていうのを聞いて、このね、ちっちゃいサイズの同じ色の割りピンを買ってみました。色ね、もうほぼ一緒で嬉しかった。また、ちょっとね、蛇腹につけたり、ポーチ作ってね、つけてみたりしようと思います。うまくいったらいいな。で、次はこちら。こちらね、ちょっと前回ご紹介し忘れちゃった素材紙なんですけど、開けていこうと思います。こんな感じで、私のね、好きな色味の素材紙です。このね、柄好きなんですよ。このなんかピンクとグリーンの組み合わせのね、柄が前からね、それのね、ばっかりの詰め合わせだっていうのをね、見て欲しくなって買っちゃいました。30枚入りだったかな。かわいい。これとかすごいおしゃれだな。はい。またこれ使ってコラージュするのが楽しみです。で、続いてはこちら、素材紙とステッカーのセットを買いました。こんな感じのね、すごいポーチに入ってて、びっくり。まずはステッカーなんですけど、素材はマステ素材かな？違うかな？マステ素材ですね。マステ素材で、こんな感じで紫のね、お花とか、女の人とかね、鳥かご、時計、こうおしゃれな感じの、ステッカーですね。すごいかわいいな。うん。使いやすそう。で、素材も、よいしょ。ちょっとね、いろんなサイズのものが入ってるっぽいんですけど、こんな感じの、すごいね、おしゃれな、紫で統一されてる感じですね。紫の素材あんまり持ってなかったから嬉しいな。お花柄。
あとは蝶々の柄かな。こんな感じで細長いのも入ってるみたいです。フラーズに使いやすそう。ちっちゃめのやつもかわいい。おしゃれだな、めっちゃたくさん。ちょっとこういうダイカットのやつも入ってみたいです。うん、めっちゃ好みだ。あー、これはね、他の色も期待できるかも、欲しいかもしれない。また今度覗いてみよう。はい。本当はね、いつもこういう素材紙の詰め合わせ買った時に収納する場所に収納してもいいんですけど、せっかくね、ポーチ付きだし、ポーチの中にしばらく収納しとこうかな。使いづらかったらいつもの収納に直すかも。はい。そしてこちら、こんな感じのラベル素材のマステっていうのかな、ローズシールみたいなのも買ってみました。こんな感じです。こうペリッと剥がして使える感じ。あらかじめね、カットしておいて使うのもいいかもしれないですね。これで一周かな。すごい、使いやすそう。これね、他の色もあって悩んだんですけど、とりあえず黒を買ってみました。で、あと、こちらなんですけど、こちらはね、なんか、多分ね、手違いでね、入ってて、ちゃんとね、連絡して、もう返金していただくことになったんですけど、これはね、多分間違いで入ってたやつだと思うんですよ。もしかしたらおまけだったのかもしれない。これね、全部同じ柄ではないのか。なんか微妙に若干動いてる？そんなことないよね。パラパラ漫画的な絵じゃないよね。多分全部同じ柄の、メモ帳ですね。なんか、お酒とかに使おうか。おまけかな？わかんない。そしてこちら、こんな感じのクマちゃんの素材紙も買ってみました。はあ、かわいい。1枚目からかわいい。もうね、いろんな雰囲気のクマちゃんがいるんですけど、特にね、この感じのクマちゃんがかわいくって気に入って買っちゃいました。このイラストの感じもかわいいですね。あー、かわいい。多分これはね、同じ柄が2枚ずつ入ってるかなと思うんですけど、一周したらもう一周する感じのタイプですね。めっちゃかわいい。こんな感じです。かわいい。クマじゃないや、パンダとかもいるぞ。はい。あ、一周しました。めっちゃかわいい。あと、トレペ素材の、ちっちゃい素材紙も2つ購入しました。まずはこちら。こちらはね、なんだろうな、ちょっとね、あんまりガーって開くとね、多分剥がれてきちゃうんですけど、こうね、ピーターラビットの柄ですね。あー、かわいい。あー、なんか、
ピーターラビットの絵柄のね、ちょっと懐かしい感じっていうか素朴な感じがめっちゃ可愛いです。素朴っていうかナチュラルな感じ、可愛い。このねシリーズ、前のシリーズのやつ買ったことがあって、もうなくなりかけたので厳選しました。こっちはこういう感じの女の子、ちょっとねドレペ素材なんで見えづらいんですけど、このね柄も好きなんですよね。ちょっとパラパラとお見せしてるだけなんですけど、これもね色味がね、こうこれとか好きなんですけど、色味がねこう落ち着いた感じで可愛いです。これとかめっちゃ可愛い。これとか、あ、可愛い。あ、これも可愛いな。これも、あ、これも可愛い。あ、全部可愛かった。はい。ではね、アリエクでの購入品のご紹介は以上になります。ちょっとでもご興味を持っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、コメント等していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。